こんにちは、ラビアンローズです。今日は島根県松江市にあります有志園さんに来ております。今日来た理由としましては、ご覧の私の YouTube バラの家木村拓則先生の日本人初受賞のお祝い YouTube を、バラの家木村拓則先生の協力をいただき、なぎら桜子先生に監修いただき作成した YouTube です。そのなぎら桜子先生がこの有志園でフローランタンなぎら桜子のバラ百選桜子ローズセレクションを開催されてますので、お祝いに駆けつけた次第です。東京からは狩矢崎先生もお祝いに駆けつけて来られております。この撮影に協力していただきました有志園様、なぎら桜子先生、本当にありがとうございました。そして記念撮影をしていただきました狩矢崎翔吾先生、ありがとうございました。本当に優しい方だと思いました。それでは、簡単ではございますが、フローランタンなぎら桜子のバラ百選桜子ローズセレクションをご覧ください。この度はフローランタンなぎら桜子のバラ百選の展覧会場にお越しいただき、誠にありがとうございます。有志園では日本庭園の中でも全国初となるバラの展覧会の開催に至りました。プロのバラの育種家が競う新品種国際バラコンクールの中で、世界で最も伝統のあるフランスパリバカデル公園でのコンクールの公認審査員をはじめ、欧州での主要なコンクールの審査員を務めるフローランタンなぎら桜子さんが今最も注目するバラ100品種をこの会場で展示しております。今回の展覧会開催にあたり、パリから格別なご支援をいただきました。出雲市出身で世界的にご活躍の桜子さん、100品種ものバラの調達にご尽力いただきましたバラの家の木村拓則氏、株式会社産経広告社ニューローズ編集長の玉置和弘氏、株式会社京成バラ園芸のスタッフの方々をはじめとするバラ業界の方々のご協力に心から感謝申し上げますとともに、ぜひこの機会に有志園に集った100品種のバラの世界をお楽しみください。令和4年5月14日、有限会社日本庭園有志園代表取締役門脇豪代読、フローランタンなぎら桜子バラ百選桜子ローズセレクション、プロデューサーメッセージ、私たちが日頃何気なく接しているガーデンローズの数々はプロの育種家たちの日々の努力により100年以上にもわたり進化を遂げ、より美しく、より大病性を備えたバラが作出されています。日本庭園の中で初企画となるバラの展示とともに、100品種ものバラが一斉に集うのはケウです。その中でも特に注目すべきは、欧州の主要なコンクールで近年日本人として初受賞を果たしているバラの家木村拓則さん作出のバラ、ロサ・オリエンティスシリーズや、コンクールではグランプリ受賞が常州のフランス人レ・ローズ・アンドレ・エブ社ジェローム・ラトゥーさん作出のバラの数々です。バラは西洋のものと思われがちな中で、19世紀末から20世紀初頭にかけてヨーロッパで盛んになったバラの育種に、野バラやハマナスをはじめとする古来より日本に存在する日本特有の野生種が交配種として多く使用されました。そしてこれらの日本の野生種が存在しなければ、我々は優れたモダンローズを生み出すことができなかったと言っても過言ではないと、欧州の育種家から常に日本の野生種が称賛されているところから、日本庭園の中に咲いていた野バラをはじめとする美しい日本固有のバラの数々に思いを馳せ、郷里島根県にある
この素晴らしい日本庭園有志園でバラの展覧会が開催されますのは、私にとって幸甚の至りです。ご来園の皆様に心から感謝を込めて、ボタンに続くバラの世界をご満喫なさってください。フローランタンコンサルティング代表、フローランタン渚桜子代読。プロフィール、フランス国立園芸協会主催ローズグランプリと、パリ市主催バガテル新品種国際バラコンクールの公認審査員を20年にわたり務め、ヨーロッパ各国でのコンクールにも審査員として招聘されているバガテルでは、2017年開催の第110周年記念コンクールの審査員長に迎えられた。ローズアンバサダーとして世界を舞台に活躍、バラをはじめとする花き園芸交流に貢献している。またフローランタンコンサルティング代表として日仏間の自治体及び民間における経済文化交流事業を数多く手掛けている。ルーブル美術館、ベルサイユ宮殿、パリ市長、パリ国際会議長とのタイアップなど大掛かりな交流事業に実績を持つ。今年6月17日にはパリ南郊外にあるライレローズの名で親しまれる世界で初めて作られたバラ園、バルトゥーマルヌバラ園で、フランスのバラナーセリーポール・クロワ作出のバラ桜子フローランタンナギラがバルドゥーマルヌ県から公式に発表され、命名式が行われる。このバラは発表後にバラ遺産として登録され、永遠のバラとしてバルドゥーマルヌバラ園で保存されることが決定している。6月17日にバルドゥーマルヌバラ園で披露されるバラ桜子フローランタンナギラ、2021年オルレアン新品種国際バラコンクールで銀賞を受賞。私からバラの歴史に名を残される渚桜子先生、本当におめでとうございます。そんなすごい方と親しくしていただいている私も大変嬉しく思っております。有志園にあるボタンの館特許技術により365日開花しているボタンがご覧になれます。それでは今からフローランタン渚桜子のバラ百選、桜子ローズセレクションをご覧ください。
拝見しました。はい、ありがとうございます。はい、それで、今回その100品種を選ぶにあたって、うん、大病性のあるバラ、うんうんうん、いわゆるまあ丈夫で強くて育てやすいバラというのを、うんうんうん、基準にして、それを絶対条件にして私は選んだんですね。やっぱりバラの中にも育てにくかったり、弱い病気が出やすいものとかあるので、その基準が0、1、2、3、4って分かれている中で2までのバラしか選んでいます。そのぐらいやっぱりその耐用性を重視しています。強いっていうか、特にこ のアンドレーブ の、 その人工的にバラを作り出す、うん、ブリーダー、育種家って言われる人たちがその存在していて、うん、このジェロームさんはもうこの道40年の大ベテランで、うん、で私が審査をしているそのバガテル の、 その国際新品種バラコンクールでも、うん、もうゴールドメダルとか、入賞は当たり前というぐらいの、だからここにあるバラは全部受賞してるバラです。へ、香りもすごく良くて丈夫で、よかったら今さっきの香りの方向って書いて感じてみてください。すごくいい香りなんですね。こういうのに匂いですね。すごくいい香りだ。本当だ。本当だ。なんか匂いが、最初のこれがなんか匂いという感じ。香りのところ。そのぐらい香りがね、とても香りも良くて上手で、花が美しくて。やっぱ香りしてる。うん、もう全部日本で調達してます。あ、これ、はい、やっぱり今、検疫とかあるので、とても、そういうことは、検疫の問題だね。いらないダメです。そうだけど、日本の、あ、全部、日本にあるものを調達してます。いただいてなかなか日本で検疫はできないです、ね。これだけの。例えばこのロードルグランデルっていうのはやはりバガテルでゴールドメダルを取っている金賞なんですけど、クリスチャン・ディオール の、 化粧品のクリームの中にこの成分が入っていて、贅沢、すっごく贅沢とかから、はい、例えば50ミリのクリームが、まあ4万円ぐらいフランスで、日本だったら多分6万円ぐらい、で朝早くこのつぼみを摘んで、で油を抽出して、で加えているという、まあディオール社と社とのコラボをしているからなんですね。なんかこの辺によっても匂いがね、もう本当にふわーっていい香りが漂ってますね、バラの香りが。あとこの辺りからがその次ロサオリエンティスというシリーズで、木村拓則さんという今日本で一番活躍なさっているそのバラの育種家なんですね。あ、はい、でこの方が日本人としては初めてそのバガテルの国際バラコンクールで受賞なさったんですね、去年。でそれがこのミューサという非常に可憐な可愛いたくさんの花を咲かせるバラですね。これもバラなんですね。これもバラなんですよ。もうだから比べるとありとあらゆるタイプがあるっていうのが分かりますよね。そうですね。そう、イメージが、はい、温度違いが分かる。違ってますよ。違いか。はい。良かったですね。そうですね。江戸時代から伝わる、19代、長いですね。すごいですよ、江戸時代から伝わる農家で、特に昔は関係ないやって、そのお米を作ってた、唯一すごい平地がある地域で、そこをバラの生産に。良かったら香ってみてください。
あとはそのバラにはいろいろなその系統っていうのがあってですね、こういうふうに一本の茎からスーッてバラが伸びて、その頭に上にてっぺんにこういう大輪を一輪バカンとこう印象的にその見せるっていうか、そのいわゆる平子そうですね、バラのイメージ、そうですね、その一般の方がバラっていうと、まあこういうね、こういった形でこのね、剣心、あの剣でこう一点がちょっとこう大きくね、枝から大輪を咲かすっていうイメージなんですけど、そういうタイプと、まあ例えばこういうあの同じバラでも、その一本の枝からこうたくさん枝分かれして、でこう房咲きのようにたくさんの花をこうパーッと咲かせる、そういうタイプもあるんですね。同じ低木でもその咲き方が違うんですね。あ、珍しい。うんうん、やはりその育種家の方たちの、まあ、夢っていうのは、ブルーのバラを作出することで、でもその同じブルーでも今日私が着ている、思いましたよ、本当にこのロイヤルブルーを作ることが夢なんですけど、非常に難しい。もともとブルーの色素って色っていうのはバラの中に全くないんですね。なのでまあただだいぶ近づいて見えてきて、紫、紫系、そしてブルーのね、だからすぐじゃないけど、明るいところよりも、あの少し影のところで見るともっと実はブルーが濃く出るんですけど、明るいところだとちょっと色がまだね。そう違いますね、日が当たっている。まあでも花びらも素晴らしいし、咲き方も、いや素人ですけど、ボタンとバラっていうのはなんか銀河さんって言ってたら、そういうことは全く正解が違います。ただ一つ共通点があるのは、あの大豆っていうね、その枝をこっちで生産しますから、その次に段というものが別にあるわけです。その大豆って言いますけど、ボタンの場合は尺薬で作るんですよ。でバラは野生種で、そのやっぱり大豆、同じバラで大豆を別に作っていて、それに次ぐので、その増やし方は共通。だから昔からよく言うのは、立てば芍薬、座ればボタンって言いますね。そうですね。ですから、ボタンの増やし方とバラも基本的に同じ形でできるんですね。でもやはり、その今のように育て方とか、まあ、分類がいろいろね、植物にあるわけじゃないですが、それはもう全く種類が違う。素人の上等な花だな。そうね、これだけ一気に全然違いがある。一つと組み立てて。やっぱり作出者によってこうイメージがまた全然変わってくるんですね。でこの木村さんの、あのバラが一番揃えた数としては多いんですけれど、まあその奥に行くとまた感じが変わってきます。特徴はやっぱりあります。今ここにあるのがその今の分類ですね。同じバラでもその一本の枝から大輪を咲かせるのがある。こういったタイプもあれば、フロリガンダ、その房付きでたくさんの花を咲かせるタイプ、同じその低木でもシュラブっていうのは120センチ以上になる、比較的こう大きい、背が高くなるタイプですね。であとはもうそのミニ、ちっちゃい、こんなあの大きくならないコンパクトなユーバラ、こういうこう仕立てをするツルバラ、そうですね。そうですね。下からはね、ゴゴゴゴゴぐる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 と、2メートル以上います。そうです。よくあのアンチなんかにこうするじゃないですか。綺麗に。そういうのがこのつるバラで、あとあまり少ないんですけど、このグランドカバーというタイプはこうどちらかハッていきたいというかにこう枝がこう横に。作者さんのイメージですね。
そうです、そうです。だから、うん、作出者がこういったバラを作出したいと思ってプログラムを組んで、そのためには母親はこのバラ、父親はこのバラって決めて、で交配するんですね。だからそのおしべにそのあの花粉をね、その要はめしべにそのおしべをつけるのにその受粉をするわけです。それをその人間の手によってしていくんですね。もうイメージが先にそうです、そうです、あって、はい、でそれにできちゃうんです。でそのためにはこのバラとこのバラを親に使う、ですから大量性もやっぱりその考えて、めしべやっぱり母親が強いと、バラも強いとか思う交配するので、そういうもうあのなんていうか歴史がないまあそういう分析で分かっているような。今咲いてるのは大体どれぐらい咲いてるんですかね。あ、これは非常に長くてですね。というのは、ボタンの場合は一つ終わってしまったら終わるじゃないですか。ですけど、こういうふうに次から次に咲くんです。あ、出てますね、咲いてる。だから例えばこの花が終わっても次これが咲いてくるので、この一鉢でももう3週間ぐらい。品種にもちろんよりますけど、次これがそれってこれは落ちるんですか。いや、あの、まあ、花びらは落ちていきます。だから例えばここで切ってやるとこちらのバラがまた早く綺麗に咲きますんです。置いといてもまあもちろん咲きますけれど、でもその栄養分がもう咲いてしまったところにも行くので、切ってやる方が後からもはもっと綺麗な花が早く咲くんです。いや、何気なしで見てるけど、こういうのがあるのは気がつかない、説明ね、聞かないとわからん。そうですね、次がもう待ってる。次が待ってます。こういうふうにほら、もうあの、ああそうですね。あの大きくなってきてますね。なるほど。そうですね。だからやっぱりこう次から次に咲いてくれるので、人気で。今の時期から、本当はずっと咲くんですよ、ね、置いといたら12月ぐらいまで、ただ夏すごく日本って暑いじゃないですか。だからそういう時に咲かせると、やはり株として弱いし、秋にその花があんまり咲かなくなるので、夏はこうあえてこうつぼみとかを全部取ってちょっと休憩させて、そうすると今度秋にまたとても綺麗な花が咲き出す。品種として、まあ、大体世界共通で、ただ品種としてやっぱりあの秋にあんまり咲かないバラっていうのもあります。そうですよね。でもともとその自然にできていたバラっていうのはあのこの時期しか咲かない。そのオールドローズといわれるもともと地球上に存在していたバラはもうこの時期に6月の中旬ぐらいでも終わって、秋には咲かないんですね。本来というか、本来のバラはそうなんです。で、秋今のように持続的にずっと咲くバラっていうのは、その人間が生み出して考えて、ずっと見れるように、そうですそうです。何度も見れるように。よく四季咲きっていうんですけど、その四季咲きのバラっていうのは、秋にまた咲いてくる。なるほど。今あるのは水なんかは毎日？いや、毎日じゃないです。まあ基本。やっぱ噴霧するとか。いやこの鉢にそっとやらないと、やっぱり雨とかね、そこへね、戻るんですね。雨が降ったりしたら水蒸気で蒸れるじゃないですか。やっぱり蒸れるとどうしても病気が出やすい。こちらにあるのはみんな強くはありますけれど、だから庭に植えてるのはね、もうそれ雨にも打たれて風も吹きますし、まあそうやって普通に育てればいいんですけど、鉢植えしてるときにそのジャバジャバやらないで、そのそっとその鉢植えやる方が負担がかからないし。ちょっ
ょっと雰囲気が変わりますけど、柴田あの最初のお二人の作出されてるガラスの、かわいい、こちらはイギリスの一昔前のやっぱり一世を風靡したあのイングリッシュローズってよく言われた、イングリッシュローズ、イングリッシュローズって言われた、ガーデンありましたねそうイングリッシュガーデン、そうです、そうです、まあ、でイングリッシュガーデンっていうのはそのイギリス風のスタイルの庭っていうことですけど、そのイングリッシュローズっていうと、まあ、このデビッド・オースティンさんっていう方が、イギリスの方が作詞したバラがイコールイングリッシュローズといってすごく称えられたんですね。そういうこう一世を風靡したこの時の、はい、この方のまあお父様がまあそういうデビッドさん、はい、オースティンさん、名字は日本がオースティンですね。特徴的に割とこう横に広がってこう、あの頭を下げる、あ、そういうこうタイプの、あの柄が多い、そういえばこれ頭下げてます、これなんですね、これなんですね、どちらかというとこう横に広がっていって、あの頭を下げる、だからこれもやっぱり作る人の特徴スタイルですね、はい、そうですね、これカクタケって言うんですけど、本当にすごい裏で、そうです、そうです、今日はデビューか、ね、だからやっぱりその作出者によっていろいろな特徴がありますね、こちらもワーフナーはそもそも名案ということで、この名案社っていうのは世界的に有名な、あの柄の会社で、もう代々伝わる名案、インターナショナル、はい、そうですね、世界市場の 30% ぐらいに出ているので、すごい市場を持ったんですね、すごくあるんですね、種類っていうのか、あの今回これ100品種まだあるわ、実際はそれはもう何万、まあ多分全部把握しきれてないですけど、分かってるだけでも3万種以上ありますし、おそらくまあ5、6万は、それより違うわけですね、それぞれ違う、専門家が見られて、それで、あのやっぱり時代に起きてはもうその作出されなくなって、消えていくバラもたくさんありますし、またこうして新しく作出されて生まれるバラもたくさんあります、でなかなかこの一人が選んだ100品種を一堂に披露するっていうのは、あの日本でも初めての試み、まあそうでしょうね、これだけ揃えられないでしょうね、そうですね、大変でした、そうですね、揃えるのもまあ皆さんのやっぱりそういう業界の方にいろいろお世話になって、先ほど の, その木村さんのところにお願いして、全部調達してもらったんですね、すごくお世話になります、贅沢な時なんだ、ね、自分で選んでおきながら自分自身こんなにバラ一品種ずつ違うバラを一堂に見れるなんてそんな機会はないという、自分自身でも本当にすごくいい機会、貴重な機会ですね、そうですね、で今ここに並んでるのはいつごろぐらいまで持つんですかね、このまあ出すから置いといたら6月の中旬ぐらいまでどん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 咲きます、ね、でもあのやっぱりただお客様にいい状態で見てもらうために、あの開花調整をこの養子園さんのプロが、あの全部管理してくださってまして、ですから今度今2、8年、3、8年を、あの来週とか再来週にこう見せるために、今全部開花調整しています、そうすると今日のため、この今週のためのは、まあ、このぐらい咲かせておいて、で来週用のは少し遅らしてるわけです、開花を、なんか同じものが赤くて、そうです、ですから少し花が一番花が終わると、今その
バックヤードで開花調整してもらってて、また今日ぐらいまで持ってきたのを置いてもらうと、常にあの、ね、せっかくお客様が来ていただいてもいい状態で、見ていただけるんですね。手がね、かかって、いやー、しかしすごいですね、これ、ね、ゆっくり、こんな覚え、名前も覚えられない。で、あと例えばですね、この、あのこれもフランスのメーカーなんですけど、ディスレズ・フェルボンっていうのは、これも1900年初頭に非常に古い時代に作られたバラで、あのでももう世界的な名家なので、ずっとやっぱり人気があって、いまだに、まあ、街を歩いてるパリなんかはどこにでもこう家庭で育てられてるという、でも非常に丈夫で花もたくさんするので私もその本を選んだんですね。でも実際、まあ、もっと大きく体重になります。まずこれあのコンパクトなので1年目ですから、1900年、1900年、もうちょっと後ですけど、多分1900年だったかな、7年とかに生まれたというか。そうです、そうです。で、実は、実はですね、あの QR コードで、あのきちんと、本当ですね、これはあのあそこに大谷さんが頑張ってくださって、あの説明ですか、もしかして。そうなんです、こういうふうに QR コードで読み取ると、今読み取ってますので、これ今ギスデンズフェルボンド出てきましたでしょ。それで、ほら、1916年、ああ、本当だ、へえ、もう100年以上、本当ですね。ちょっと私もやってみていいですか。はい、どうぞどうぞやってみてください。これはこちら、大丈夫ですかね。あ、トロフィー取れましたね。はい、こういうふうに情報が全部取れるように作ってくださったんですね。あ、すごい、本当だ。これは雨にも負けずリバーシブルって言って、そうそう、そういう、これ訳してある。いやいやいや、この名前が吉池さんという日本人の作筆者なので、それで雨にも負けずっていう、あ、本当だ、雨にも負けず、本名っていう感じ、だから雨にも負けない丈夫なバラなんですね、やはり。吉池さん、はい、吉池さんという方で、でこちらもそうなんですけど、香りが最高なんです。これは香りもやはり国際バラコンクールで金賞を出てまして、はい、長島さん、フラワー、これはフラワーデコレーター長島という品種名です。日本に初めてあのフラワーアレンジメントを導入なさった明治時代に生まれた方ですよ。1894年生まれの方が第二次世界大戦前にアメリカに行かれて、そのフラワーアレンジメントを学ばれて日本に帰られて、それを広められたと。でその方に捧げられたバラなんですね。だから名前がその方の名前で、で作詞者はやはりその吉池さんだという。うーん、かわいい。写真撮ってどうぞどうぞ、どうぞ写真撮ってください。量は、いや、こんなに種類がやっぱりゆっくり、ほんの一部です。あ、これでもほんの一部ですか。これでもほんの一部で、ごくごくできるし、で、まあこれはちょっとやっぱり達也さんのイメージで、江戸鉢に、当時の本当の江戸時代の鉢にバラを取り替えて普段はこうボタンがね、よく浮世絵に出てくるような形で飾られますけれど、やっぱりちょっとこういうコンパクトな花になると合います。この鉢はいかやきです。そうですね、相当なものですね。相当な人材ですね。そうですね、
すいません、お手間取ってありがとうございました。念願のバラの家、木村先生のニューサ買うことができました。そして息子がバラ栽培を始めることになりました。今日の YouTube いかがでしたでしょうか。フローランタン渚桜子のバラ百選、桜子ローズセレクションを楽しんでいただけたら幸いです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ナビアンローズでした。